はい、皆さん、こんにちは。ドンチャンです。今日はですね、この精神疾患ですね、うつとかパニック障害と、まあ、食べ物、これはですね、まあ、かなり密接に関わってるんですよね。で、その中でももう主役ですね、大事なものはこのトリプトファンですね。まあ、専門家の中にはトリプトファンを取れば、まあ、抗不安薬とかですね、抗うつ薬と同じ効果が得られるっていうふうに言ってる人がいるぐらいですね、トリプトファンを食べ物で取ることが必要だということですね。体の中では生成できない。じゃあ、トリプトファンってなんだというところなんですけども、まあ、よく聞く方も いると思うんですけどセロトニンですねうつ、まあ、とか精神疾患このセロトニン不足っていうのがまああの目に見える形でですね共通して言えることこれは脳内物質でまあ、不安とか緊張をですね覚えたらまあ、そのですね不安物質をですね過剰に出させないようにブレーキ役調整する役、えー、をするのがこのセロトニンという物,あの物質なんですけどもこれがですねまあ、トリフトハが少なくなってセロトニンが少なくなるとブレーキがですね効かなくなってまあ例えばパニック障害、えー、僕の場合ですねえー、不安を少しでも感じ たらかなりですね不安を感じすぎてしまうっていうのがこのセロトニン不足のまあ、1個の症状というふうに言えることも、ね、できると思うんですねで、えー、あとはですねこの必須アミノ酸ですねまぁ、あ、こういった2つがですねキーワードになってますでパニック障害の原因ですねまあ、これは広く言われていることなんですけれどもセロトニン不足とか扁桃体の興奮とか副腎髄質ですねの炎症とかいろいろ言われてるんですけれどもまあ、その中でですねセロトニン不足っていうのは、えー、もうですね明らかになっているまあ ssri なんていうのもこのセロトニンを調整する 薬だったりしますよねまあ、セロトニンっていうのは科学的につながりが証明されているということですで、セロトニンを増やすものですねまあ、他の動画でもこれは、えー、紹介しているんですけれども運動ですね、あとは食べ物大事ですね、あとはマインドフルネスまあ、瞑想みたいなものですよねこういったところで、えー、まあ、いくつかですねセロトニンを増やす方法はあるんですけれどもまあ、とにかくですね、トリプトファンというものを原料にしてるので、これがですね、えー、補充が必要だという今日は話ですね、で裏付けとしてですねアメリカのイエール大学、まあ、有名 大学ですね。この血中のトリプトファン濃度が減るとうつ症状の傾向が強くなるですね。まあ例えばパニック症だったら不安症状の傾向が強くなるっていうことが分かっていると。あとトリプトファンを投与するとこれがですね、まあ、改善するっていう研究もですね、もうこれはしっかり出ていました。じゃあまあ、トリプトファンを取ればですね、まあ、セロトニンが作られるですね。で、あとまあ十分なトリプトファンを得るために、えー、気をつけなきゃいけないのは糖分の摂りすぎですね。あとは加工食品ですね。あとカフェインとかですよ、ね。 まあ、カフェインも交換神経を強く刺激するので、足し算で治すっていうことよりも、今やってる生活から何か引けないかっていうことも同時に考える必要がありそうですよね。じゃあですね、トリプトファンを含む食べ物、何なのかというところをご紹介していきます。まずはですね、肉類ですね。豚、牛、鶏肉ですね。レバーとか、こういったものにトリプトファンが含まれています。あとはチーズとか乳製品ですね。ヨーグルトとか、そういったものにも含まれています。あとは青魚ですね。まあ、これはよく日本人特有のですね、 体にいい食べ物油もいいですからねサバとかカツオに多く含まれているイワシとかですねあとはスジこう魚卵系ですねえ、魚の卵にも含まれていますあとは豆類納豆とか豆腐まあ、これも普段ですね食べている方いっぱいいると思うんですけれども納豆も、えー、体にいいですよねあとはバナナにもですね含まれています結構まあ食べやすいので朝食とかにはもってこいのバナナにも多く含まれているということですねバナナと牛乳ですねまあ、バナナの糖分とがですねトリプトファンの 吸収を高めるのでバナナと牛乳まあ、両方ともトリプトファン入ってますけれども、えー、両方取ると、えー、その糖分によって吸収を高めることができて効率の良い取り方だというような情報もありましたあとトリプトファンの吸収力アップですね炭水化物まあ、ご飯と一緒に食べるといいとあとはビタミン B と鉄分ですねこういったものと一緒に食べると吸収力が上がるということですねまあ、ただですねちょっと1個注意が必要なんですけどトリプトファンもですねまあ、良いからといってバナナの例えば1,2本だったらですね上昇の 常識的な範囲で、えー、問題ないんですけれども、10本とか20本一日に大量に食べるとか、いうことは避けた方がいいですね。まあ、過剰摂取で、えー、まあ、稀にですね、えー、血圧や心拍数が変化するっていうことも、えー、報告されているようなので、過剰はですね、えー、どんなに良い,いものでも毒になるということで、ここはですね、常識的な範囲で取っていくということですね。まあ、目安なんですけども、ちょっとま、ピンとこないんですけども、成人1人の目安は、え、100から 200mg というふうに決められている。まあ、これはですね、まあ、通常の取り方、バナナだったら、 まあ1 2本ですよね1日、えー、普通の取り方をしていれば十分に基準は満たせるということですね。他にもパニック障害良いものありますが、まあ、他の動画でこの辺りは食べ物というシリーズで紹介していきますが、ナイアシンとかビタミン、B 群ですね。これも重要です。あとイノシトールとか鉄分ですね。あとマグネシウム、ミネラルですね。こういったものも、まあ、とにかくですねトリプトワンがいいからといってそれ一つ取ってればいいということではなくて、まあ、体のですね、よくビタミンは補酵素なんて言いますけれども、体を作る上で補助的なですね、ネ、ま、ジ、あ とか部品になるようなものなので、まあ、バランスよく取る。あとはですね、まあ、個人的にはあの普段の食事ってですね、まあ、なかなかバランスよく取れなかったりするので僕はですねあの毎日じゃないんですけれども食生活が乱れたなっていう時はサプリメントですね、まあ、さ最近だとマルチビタミンミネラルまあミネラルとビタミンがですね、えー、全て含まれているサプリメントを売っています。まあ、そういったものでとですね栄養を補完するっていう考え方も、まあ、今現代ですねいろんな食べ物出回ってます。加工食品もまあ、僕もですね取ります。ファートス フードも時々取ってしまうので、そういった時には、そういったサプリメントで補充するっていう考え方も一つ。 有効かなというふうに思ってます。あと、ま、足してばかりじゃなくて、今やってる先の通り、えー、生活で弾、ね、けるものはないのかですよね。まあ、僕もですね、もうカフェインは極力抑えるようにしました。あとはタバコですよね。こういったところも、まあ、何かやってるんだったら、まあ、確実にですね、やめるとストレスになってしまったりするので、まあ、控えるっていうことですよね。少なくするだけでも大きなこれは前進だと思います。ということで、まあ、これからもですね、今ですね、チャンネルを2つしてまして、こちらにですね、健康ジャンルは今少しずつ移行しているので、 え、こちらにどんどんですね、今動画をアップロードしていきますので、えー、もしよろしければですね、このタイミングでチャンネル登録していってください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。